砥石がね、序盤にがっつり弾けると嬉しいねんけどな。うわぁ、一番迷うやつ来たわ。俺これね、レインボーバッジ雲釣ります。じゃあ、いや、これはね、逆に迷わない。なぜなら、もう委ねるだけやから。雲釣の方針に。ああ、アミュレット使ったニンニク防壁。ちょっとその可能性残すか。なんか、7円か8円ぐらいで調整するのがいいっていう話だったよね。8円調整で7円ぐらいの武器が来てくれたら嬉しいよねってことだよね。これで行ってみまーす、一旦。回さなくてもいいかなー。いや、砥石引きに行きたいな、でも。うわー。なるほど。まあ、これちょっと雲津候補で置いとくわ。うん、これで行ってみます。はい。オッケー、強い。普通に強かった、めっちゃ。オッケー。ああ、違うね。まあ石引いてきたから、これは石類鋼鉄アミュレットをやれと言っているのでは。もしかして活力のアミュレット。ああ、これだとちょっと価格が高すぎる気がするけど、だったらなんかすっごい入れて、なんか獲物来てくれること願おう。石、セールのバナナ。いや、もう砥石とかじゃないかもしれない。一応回すけど。ダガーの半額か。買っとくか。オッケー、いけ。で、カバンは予約しとこう。なんか強いな。松明が強いな、普通に。松明普通に使ってもよかったかな。いや、もっと強い武器が来る、これで、クモツで。ドン。おー、まあ、槍とドラゴンオーブか。あ、それはいいね。まあ、序盤のドラゴンオーブ別にいらんねんけどね。ダガーとこれで8円やな。オッケー。で、槍で戦いながら、ドラゴンオブ、トゲ取ってくれるのは嬉しいかな。こっから砥石集めるの遅いかな。英雄の剣で、まあ、テッスラの道は全然あるからな。テッスラまでは行ける。で、次のスキル次第で、ちょっとこの予約解くわ。1枠使っちゃうけどね。さあ、8円調整。一マス空いてるから、槍の位置ちょっと調整した方が良かったかもね。ここに槍置いて、ダガー縦に置いてとかで、なんとでもできたな。まあまあまあ、勝てる。セキュリアは。あ、ニンニクも来たわ。マジか、どっちも来た。まあまあ、迷うじゃないか。迷うじゃないか。両方やっていいよって言わないで、どっちかにしてくれよ。投資機会も普通に強いし。迷うじゃないか。俺のクモツくん、アミュレット持ってきがちやから、飯アミが来るような気がすんねん。だから、俺のクモツが飯アミュレットをこの後持ってくるということを考えて、匂い立つ防壁に行きます。はい。わけで君はいらない。あ、おい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 、あ、ちょ、もう、何おい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 、来ましたよ。来ましたよ。でもこれもね、飯ガチャして、おい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 。来た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 。炭の火力として、普通に石袋買って、これで、これって5円か。5円じゃアミュレットが来ないのよ。エッグスでニンニク回して、ニンニクの防壁の方向性やんな。こうなると。ってことはフライパンが欲しい。おい。石まあフライパン欲しいな。次で引きに行こう。カバンは絶対いるから。これ4円でフライパン来るんじゃないか。フライパンと石とか来るんじゃない。どう、クモツくん。ねえ、クモツくん、5円でしょ。5円ってことはフレームとフライパンとみたいな、あるよ。
あーこれレリックケースでだんだん強くなるから、これ後半負けるな。そやんね、強いね、さすがレリックケース。まあでもフライパンは来たわ。フライパンは来てくれたのでそれは買います。砥石と槍を収めてまた8円調整して、なんか上剣とかさ、エピックのアイテムが来てくれることを願ってみるか。で、これで4円、あ、じゃあ4円やから、4円6円で10円か。11円で、ノコバの剣引いてきます、これ。これ来ます。ノコバの剣。いけ!匂い立つ防壁!飯ガチャできるから、飯買いたいな。ベータも勝てないっていうか、ベータやってる人の方が強いぞ。普通に。多分、普通の方がまだ勝てるぞ。パンダ、おー、パンダに勝った。ナイスナイスナイス、よかった。ニンニクパンダか。ニンニクパンダいいな。ニンニクパンダもいいんだよな。そうなんだよな。どっちに流れたっていい。相変わらず、え、なんか今日、アミュレットも来ないじゃん。もう一個飯アミュレット来てくれても全然いいんだよ。全然いいんだよ。そんな遠慮することはないんだ。輝くから。いらないものばかりだ。置いたろ。あ、ニンニク、ニンニク、はい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 。ニンニク増えるね。ヘルメット供物に捧げてなんか引いてくんの待つのも全然ありなんやけどね。ヘルメットを信じろ。3円供物に捧げたらニンニク引いてくるかもしれんから、それだったら全然ありや。お、防壁が匂い立つ防壁がすごいです、すごいです、すごいです。防壁がすごいです。で、エンパワー偉いなあ。おい、熱い、すごい防壁張ってた。おお。エンパワー、あー、パンダ来たか。パンダ行くか。そやね、豚ちゃん貯金箱突っ込んどいて、ま、これタダやからね。そう、次で1円手に入るから、で、次で1円手に入りつつこいつがニンニクに変わるという未来が俺には見えます。いきます。これニンニク早めたいよな。でも、あ、これニンニク早めること優先やな。こうしよう。防壁が強いなのでこうしときます。いけ、ゆけパンダ。おっと、論争やけどダガーが引けてないんかな。これ論争ハンマー、単なる論、あ、ちゃうわ、石だ、石が強えんだ。いや、しかもさ、俺の張った防壁石で破壊されてるから、これちょっと相性悪い。あー、惜しかったな。それでも惜しかったな。さて、パンダ来ました。ん、君か、君なのか。さて、でやね、何にするかなんですが、まあアッシュブリンガーが丸いかな。これって暗黒アイテム、じゃあユニークか。そうか、ランタンが丸いです。で、構成としてはざっくりこういう風になる。まあ早めることも考えるとニンニクベリーニンニクになるけど、そしたらね、匂い立つ防壁が当たるか、当たるか、いや当たんない、4マスまでやから。ああ、上から当てたらまあがっつり当たるか。よし、でドラゴンオーブが特に意味をなしてないな。まあただのトゲ抜き器になってるドラゴンオーブが。あんまいらんかもしれん。ガチャ用ですこれ。あ、唐辛子はいい。あ、来た、ニンニク。おい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 、お前を待ってた、お前を待ってた。だったらこうなるな。まあいいか。はい。これでいくわ。
しゃ、匂い立つ防壁いけ。これ結構強いんじゃない？だいぶ綺麗にできてるぞ。ダッシュブリンガーで体力半分になって、暗黒アイテムちょっと集めたいな。まだ俺は半無敵を残している。オッケーで、ここで無敵どい、だいぶ毒入ってるからオッケーオッケー。まあでも毒の入りあんまり強くないな。これ考えると最初のレインボーがあれば釜を引いた可能性があるっていうね。まあでもそれは無理やな。レインボーがあったら多分ピックプール広がってここまで構築できなかったやろうから、まあそれは、はい、たらればたられば。うわ、フライパンが引ければワンチャン、エッグスパンダモニウム。聖なる鎧。聖なる鎧がね、普通に太陽の鎧が、守りとして優秀すぎるねよな。隣接のアーマー生成鍛えるやつってあれ、勇気の盾特有？盾置いたら、終わるからな。まあ、ちょっとリロールしよう、とりあえず。火にこ捧げてワンチャン8円調整でコラクリ引いてくれへんかな願い。石頭作ろう。でこの石ポは発動するんか。でも石ポ発動するから、できたら一応ここに乗せたいな。そうやね、匂い立つ防壁がうまいこと発動すれば45以上アーマー集まるから石ポ発動するし、そしたらアーマー獲得できて、さらにエンパワーが獲得できる。これでいってみる。オッケー。どうだい。それはスタミナ足りひんやろ。石子発動できるほどアーマーは張れないか。いやでもこれね、アッシュブリンガーで復活した後に無敵の間にアーマーが溜まるっていう可能性はあるが、そんなことを待っているうちに倒してしまったぜ。おお、毒47も入ってる。うちの火力のメイン毒やんね、これ。そうやんな。あ、いいね。いいね。なんか強なってきたな。だいぶ強なってきた。おっと？ソラリスが安い。マイナス効果を20解除するってでかいよね。星付きの太陽の盾がダメージを防いだときに。でも、勇気の盾なんだよな。今やろうとしてんの。あ、星付きアイテムのアーマー 30% 増、月の盾もいけんだ。なるほど。だったらオーブ置いとくべきやった。太陽の盾はアーマー増加効果ないんだよな。あ、星付きアイテムがアーマー12獲得ごとにダメージを4与えるか。あー。火力に変えていくわけね。それも面白いな。アーマー増加効果を単純に増やした方が、まあ絶対強い気はすんねんけど。でも、なるほど。ニンニクがアーマーを獲得するたんびに、こう空、太陽の盾で攻撃をしていくという構成もありなんか。俺はソラリスに信じる。よ。なんもいらんな。唐辛子。やることないわ。いやでもエンパワーなんかたまらんよな。で、俺は、ここでアミュレットガチャ行きます。俺はここで鋼鉄のアミュレットかメッシュのアミュレットを引く。3分の1やからブーは悪いんやけどね。で、それ以外はあんまいらんよね。活力いらない。トゲいらない。体力回復してないからそんなにいらない。まあ、3分の1やな。秘術絶対いらない。まあ、引いてあかんかったら、供物に捧げればいいだけよ。おお、来た！けど、どこに置こう。石打って、あ、ひとマスカマン来た。あっつ。ここにニンニク置けないし、って考えるとニンニク、ここしかなくねってなるから、ってなるとここ、まあ、一個届かないけど、まあ、ここしかないかなって感じやな。しゃ、来たわー。これは来たわ。しゃ、これなら、勝てる。なんか、だいぶ上振れに見えるよな。この構成としては。なるほど。あーでも、庇護は効いてないな。アーマーの生成が最初にがっつり入り、そして、エンパワーが12。このエンパワー生かしたくなるな。これ、パンダモニウムの殴りも、まあまあ強いからな。
木の剣15も結構殴ったんじゃないこれ。こんだけエンパワー貯めるんやったら、そうね。アジアのハンマーとか欲しくなるわ。結構殴りも強いぞ。ここまでアーマー溜まっちゃうと。いいね。さあ。コラクリ！お前は本当に偉いな。いやねんけど、アッシュブリンガーの暗黒稼ぎもしたいけど、ま、こうなんだよな。最強は、絶対。ハマった強化を使える武器が来た。今回、ここに供物行こう。オッケー。じゃあ今回は供物って、置くか。行こう。うん。し、行ける。さあ、アーマーがっつり生成したから、石のポーションも使われて、でも、で、この無敵の間に、いやー、ダメだー、なんだこれ。剣木だー。何この木の剣。これやってみたかった。ランプ。おもろ。え、これってさ、剣木で 200%、 剣木で火力上がったやつが、あちゃちゃちゃ、ランプで追加された火力が2倍になるの？うわ、これいいな。で、これでトゲも集めんのか。野生のアミュレットで。いい構成だね。で、これカードデッキでラック取って、スペードネースでラックとトゲ取って。シンプルやのにいい構成。うわぁ。ちょっとこれは感動したな。素晴らしい構築に出会ってしまった。実況者構成やもんな。こんなん。日の剣。木の剣の火力100超え。わ、いいなぁ。これやりた。なんか4秒ランプぐらいやんな。この、スペードのエースがめくられたタイミングぐらいに、ちょうど、全部発動するみたいな。こいつも。アーマーがドカッと貼られて、このアーマーがなくなるまでの間に、野生のアミュレットが発動して、トゲを4つ獲得。スペードのエースが開いた瞬間にトゲが7まで到達すんねんな。あ、ラックランプで取ったんか。結構強引に取ってるな。で、最後のパーツのラック7個目が魔人のランプで取られた瞬間に、ここで魔人のランプの効果が発動。木の剣が魔人のランプで高められた火力をさらに3倍にすんねんよな。これえぐいな。ここの乗算の計算式修正されそうな気すんな。魔人のランプで高まった火力がさらに3倍ってなるとさ、なんか強すぎる気もするから、なんか修正入りそうな気がすんな、これ。いや、でもおもろいもん見たわ。しゃ。ん？コラクリ君来てくれたわ。あー、なんかモブ来たんやけど。月の盾なの？ソラリス買ったんやけど、俺。ねえ。もう。まあ、コラクリはなんぼあったっていい。一旦闇のランタンの後ろに置くようかな。まあでもそれよりも、ダブルパンダグレートソードもいけるからね、別に。こいつ、スタミナ消費値 0.3 なんよ。ダブパン行くでしょ、これは。そう、ニンニクが早くなったりするわけじゃないのが微妙やねんけどね。まあでも、メイン火力の毒は増えるし、毒が増えれば、コラクリでアーマーも増えるし。勇気の盾がそもそも来てくれてないねんな。頼むわ、来てくれ。ちょ、鎧欲しいしな。普通に、初手でいっぱい鎧溜まると、一気に鋼鉄アミが生きるし、で、エンパワーも溜まるし。オッケー、行け。あ、でもこれパンダ挟んだら、アッシュブリンガーには乗せられないね。うわ、なんか体力高っ。そっか、ヘビか。無敵の間に毒入って、ちょっと火力足りないな、言うて。匂い立つ防壁の。エンパワーも13溜まってんだけど、これ活かせてないしな。火力も防御も、なんか、っていうかね、ベータ版やってて、ニンニク相手にした時そんなに強くないねよな。そう、実際。実際ね。それほど強くないから、ちょっと火力も防御も、若干ずつ、
足りてない気がすんねんな、これ。他の普通に強い構成に比べると。こんなシンプルな構成に負けてるもんね。うん、さあ、無知かー。これ邪魔だねー。売るしかないわ。置けない。はい。で、とりあえずこれ買って。うん、言うて丸いな。1個乗らないのはもう仕方がない。カバン。よし。マナオーブ永遠に来るやん。なんなん？で、で、グレソ。ほうきも邪魔やな。もうちょっと、なんか後半になってから武器作りよんねん。クモツダラくん、ほんま。あ、でもこれやるとね、勇気の盾の隣接もめっちゃムズなんねんな。来たところで。来るんだよな。アッシュブリンガーに乗せることを考えて、こうするわ。ここやろ？置く場所はここやろ？あ、でもメシアミュがまた置けなくなるんか。うわ、むず。とりあえず、こいつ置く場所はここに確定してて。で、太陽の盾は、ソラリスあるけど太陽の盾作らないっていうね。そういう感じにはなっちゃう。これでだいぶ強なると思うんやけどな。ねえ。鋼鉄並みここに置きたい。これはカバンを引きに行こう。バナナよりもカバンやわ、今は。うん、来たね。3円作ろう。まあ、火売るしかないな。ヘルム、ここの方がいいんかな。こうして、こうして。これが丸いか。よし、行こう。さあ、どうだ。お、グレソが？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 あ、グレソよかったね。結局お前やったんか。おお、素晴らしい。あまりにも大きすぎるグレートソード、結局お前やったんか。おお、これで火力の補助はできたな。やっぱちょっとそう、パワーがね、パンダニンニクだけだと、いまいち上がりきらないなと思ってたんですよ。で、エンパワー溜まってるから、パンダムニウム2個自体の振りも、まあまあ、頑張ってくれてるわ。で、スタミナは足りてんだよな、言うて。ちょっと危ないか、スタミナ。バナナ、あった方が良かった？いや、でも、置く場所ないしね。ダンスインドラ、ああ、スタミナが足りないと言ってたら、あ、太陽の鎧来たな。どこに置くよ。こいつこうして、マッシュブリンガーの炎の隣接全無視で、あ、てかここか、こうで、こうでこうやな。で、ソラリスがここに来る。うん、まあここやな。うん、ここやな。ってなると、ニマスカバンが欲しくなる。まあちょっとフルートの半額も欲しいけど。よっ、これ来た、マジか。ニンニク来てるけど、匂い立つ防壁に乗せらんねえな、もう。いや、てか普通にこの方が強い。うん、で、あ、もともとの構築にして、あ、この方が良くない。一旦進化か。一旦進化か。よし。まあでも、で、このニンニク、そや、このニンニクって、匂い立つ防壁乗ってないから、ただのニンニクなんやな。であれば、もう置く必要ないか。それよりちょっとスタミナ足りてないから、こうやな。なんとなくニンニク買っちゃったけど、匂い立つ防壁に乗せてなければ意味がない。防壁どう頑張ってもここで4つになっちゃうから、このニンニクは正直いらんかったな。ちょっとベリーに変えとこ。オッケー。よっしゃ。あ、バナナ？いやー、でも置くとこないな。スタミナちょっと怖いんですけどね、正直。よっしゃ。アーマーがいかつい。いかついアーマーが貼られている間に、グレートソードがお前を襲う。
で後半は毒も効いてくる。どうだ、まだアッシュブリンガーの復活を残しているよな俺。強いで耐久してる間に毒が溜まっていって後半は毒めっちゃ入る。いいね、ゆっくり毒入れたな。今回は時間が長くなればなるほど毒が強くなってくる。交代で攻撃してくれるね。でパンダムニウムも結構火力上がるからやっぱちょっとスタミナ確保したくなるな。うわー、ちょっとスタミナ確保したくなる。よし、でこれはね太陽の鎧の神聖隣接優先じゃないかね。でコラクリ君はアーマーに乗せましょう。はい、カバン買って、あーまあこれ一応普通にスタミナ補助ですね。ヒート、太陽の月がヒート消費時、あーヒート消費時アーマー10獲得やからこれ鋼鉄のアミュレットにぜひ乗せたいね。ちょ待て、分かったぞ原因が。こうだわ、こうだわ。別にここの右開けとく必要ないんだ。ソラリスの兄貴適当に避けて、あの鋼鉄のアミュレットの位置はここやな。あと欲しいのはまあ、縦カバンプラスこの辺に火隣接させてぐらいやな。オッケー、いけ。でコラクリやね。マナが余っとるから王冠でもいい。王冠で無敵を増やすのもあり。マナ使ってないもんね。あんでスタミナ確保したいね。やっぱバナナ欲しいな普通に。今ならバナナ置く場所がある。よし、でも強いわイチゴちゃんっていう人もよう当たるな。剣木やってんねみんな。まあでも剣木やってこっから古文の武器引きに行ってんねやろな。あ、もしかして石が乗ると勘違いしているのでは。これもしかしてもしかしてもしかしてそうなのでは。あなた石には乗らないんですよね残念ながらやっちゃったね。そう、俺もやりましたそれ。石には乗らないんすよ残念ながらてかパッチ修正前のデータが残ってる可能性もあるけどねこれね俺もやっちゃったんすよねこれね。はい、行こう。ここにすると4マスカバンがないからちょっとむずいな。ああ、いいねおい、簡易スタミナ確保あると思います。これちょっと交換するか。パンダ早める必要ないからな。うん、こうやな、こうやったな。あ、っていうか来たな。4マスカバン来てくれたならこうしてこうしてでこうしてこうすれば、あーぴったり。ここねベリー早めんの諦めて、そうここをこうこうの方がちょっとベリーが遅くなるけどね。うん、で毒の入りが遅くなるけど、まあ、結局グレスの火力が出てるからこの方がいいんやろな。ちょっと炎隣接の方が優先で、ここの5ダメージはまあ置いとこう。これで一旦スタミナ確保やな。あんまりスタミナ確保できない気もするが、エンパワー1増えんのもありがたいからとりあえずこれでいこうか。もう闇のランタンの火炎ダメージを軽視しすぎている。まあでも軽視していい闇のランタンの星ダメージ所詮5やからな、軽視したっていい。うお、相手の方が火力ありそう。これは無敵で復活してる間になんとかならんか、なんとかならんか、だんならんか向こうはこれでアーマー稼いで毒漆で、これ何気に直接攻撃多いからトゲ痛いんだよな。向こうも匂い立つ防壁おった。やけどまあここは主力ではないよな。基本はトゲ漆毒漆でパイナップル4つとでトゲ集めて、鋼鉄のアミュレットが来て、秘術のアミュレットでここをがっつりアーマー積んでんのも強いな。いやこれほんまちょっとの差やな。やろうとしてること割と似てて、
これはいい戦いだった。いや、トゲ痛かったね。エンパワーが溜まっていくところも似てるし、割と方向性としては似てたな。エンパワー25も溜まってんのに、くそ。そうですか。あ、これはでも、いい戦いでした。もうちょっとやったな。俺のアーマー力がもっと高ければ。スタミナ足りてたんか。あ、そっか、これ。ポーション下に置いても、これ初手で発動しちゃうから、エンパワーを貯めるだけのヒーローポーションになるんだよ。え？ウサだわ。この状況を救ってくれるのは、お前だ。でもね、これ自分にバフ積む構成じゃないから、あんまり寄与しないかもしれない。スタミナ回復効果。それでもまあ一応置くか。スタミナ足りてないのは足りてないからね。で、よし。で、はい。ああ、王冠だ。で、最後王冠買おうかな。うん。これで守り固めて、これ太陽の鎧の横に置いていいもんな。うん、ここに置いて、神聖アイテムやからね、そもそもが。オッケー、いけ。さあ、出たぞ、X 唐辛子構成。アンヒール、ちょっと相手の体力回復、強すぎるな。いや、もうそれ、その構成強すぎるって。無理だ。無理だ。無理だ。永久に向こうの体力が増えていく。無理だ。全然無理だ。やっぱ匂い立つ防壁ちょっとパワー不足なんだよな。で、毒クレンズがすごい。俺の毒意味なくなってる。溜めたエンパワーで殴るしかできなくなってるから、俺の火力のメイン火力の一つが封印されてるからな。エンパワー溜めてパンダもグレートソードで殴るしかなくなっちゃってるから、それもきつい。ほんとエクスカリバーって防御と攻撃兼ね備えてるよな。結局これに勝てない。最強すぎるんで、これに投資機械が加わることで最強になってんのよね。こいつも最大体力増やすからな。エクスカリバーが回るたんびに。そう、マナオーブにも乗せると嬉しいんだよね、これ。マナが溜まった時の35を消費するから、その時に70体力増えるからな。あー、これ勇気の星の位置に投資機械盾で、マナオーブ1個乗るんじゃないかな。ね。そしたらさらに強い気もする。うわ。この構成結局、結局無理。さあ。で、まあまあまあ、ここ置かしてもろて。ソラリス置くとこないな。せやね、それぐらいやな。ああ、半額の王冠来た。まあ、ヒーローポーションはちょっと置いときたいから。これと唐辛子売って、こうするか。うん。耐久勝負始まったら生きるかもしれない。よし、これで、いけ！さあ、どうだ？最後買ってほしいな。うん、ハヤブサランプね。強いね。いや、なんとか頑張ってるぞ。スタミナ。お、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 お。あ、もう一回無敵。お、勝った王冠が生きた。よかった。結局無敵なんよ。王冠買ってよかった。マジで王冠買ってよかった。王冠って2回発動した？はい、ここで、ここら辺で一回発動するよな、無敵。うんうん。ここで一回無敵発動して、で、ここで耐えてる間にアーマー貯めて、で、またぶん殴られながら、向こうの方が火力は高いんだよね、やっぱり。ハヤブサランプ強いから。で、ハヤブサランプで、おー、クリティカル食らいながら、やばい、逆転されるのタイミングで2個目の王冠が生きて、で、その無敵の間にまた逆転して勝った。よかった。よかった。ダブル王冠正解やった。マジで正解やった。ああ、よかった。ナイス。やっぱ最後は王冠やな。うん、そんなにダメージ出てないもんね、言うて。
そうやんな。あ、よかった。でも毒も69とかやもんね、言うて。ここのなんか2個目のパンダがちょっと弱かった気すんな。パンダは1個にして勇気の盾置いて、もっとソラリスかもしくは魔法の盾作って、あの月の何なんかのスキルとか生かす構成に。ここがね、あんまり火力に寄与してない。2個目パンダやめて、グレートソードとパンダ1個と、月の盾、あれ月の構成、もっとアーマー固めてみたいな。んで、ただエンパワー溜まるから、パンダモニウムとかじゃなくて、なんかダガーとか、まあ、ハンマー引ければね。ハンマー引くはちょっと非現実的か。レインボーとかないと、ウルフバッチとかないと無理やから。まあ、サブ武器、ここがちょっと弱かったかなって感じやな。もうちょっとここ別のにできたの。そうね。まあそれでも、いい構成でした。ありがとうございました。じゃあ。